演武開演。どうも、皆さんは少し前に私が玄米酵素という商品を紹介したのを覚えていらっしゃるでしょうか。その玄米酵素のと同じ会社から元気ダイブ21という商品をと呼ばれました。なので今日はこちらを試してみたいと思います。前回同様このような成分表もちゃんと入れてくれています。親切ですね。中身は前回の玄米酵素同様粉末ですね。前回の玄米酵素が水でやってかなり口の中に食感が残ってしまったので、食感っていうのは今日こちらはこのヨーグルトに混ぜてみたいと思います。ではいただきます。思った通りだ。これなら食べやすい。玄米酵素同様に食感は残ります。ヨーグルトに混ぜるとザクザクとしていて、むしろそれがプラスに働いています。シリアルとまではいきませんが、ザクザクとした音が聞こえてきて楽しく食べることができました。美味しかったです。味はそこまで大豆が強烈ではなく、苦手な方でも食べられるのではないでしょうか。お手軽に続けられそうですし、これで大豆の栄養がいっぱい取れるなら言うことなしです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。